人脈とか思ったことないしな。父ちゃんとママが楽しそうに生きてないと、うん、自分も大人になったら楽しくなくなるんだなって思っちゃうじゃない、うん、それが一番まずいから、うん、父ちゃんとママ見てたら大人なので楽しそうだなって思わせてあげた方がいいと思うから。Ladies and gentlemen, welcome to North Village!1個目の質問答え分かっちゃうな、うん、仲間のモチベーションを上げるためにはどうしたらいいのだろう、うん、うん、モチベーションを上げる必要がない俺は人のモチベーションを上げようと思ったことがない、うん、うん、分かってました次、有能な部下を育てるにはどうしたらいいだろう、うん、部下と思わないバンドメンバーとして組むみたいなまあただ会社っていう意味ではケツは吹くのは俺だからね、うんうん、その金的なケツとかは俺が吹くし、うん、なんか共同責任ねみたいのはあんまり好きじゃない、うん、まあそれは1回目やってちょっと理解したことだけど、うんうん、っていうのはあるけど、うん、なるほどね。でも育てるみたいな感覚あるんですか。育てるっていう感じはあんまり、ただすごく決めてるのは長くやるやつだなっていうのかどうなのかっていうか、うんうん、結果としてやめちゃう場合はあっても、うん、その時のマインドとして、うんうん、もう人生単位でやるっていうやつと組もうとなるべくしてて、うんうん、うん、そうしたらやっぱ違うよね。今なんか今偶然いるやつには、うん、簡単に言えばやっぱ即結果出してって思うけど、うんうん、変な話だけどちょっとこう長くいるやつなら先が見れるから、うん、いやいいよ今回いいけど、もうどんどんチャレンジしてミスってもいいけど二度と同じことは繰り返すんだよで、うん、済むっていうか、なるほど、ね、うん、なんかそういうことの方がやっぱ好きで、育ててるっていう感覚はないけど、まあ、俺自身もスタディしてるからね、うん、こいつに、まあ、こういう風に言った方がいいんだとか、うんうんうん、うん、なんかこういうボールの投げ方の方が理解できてるんだとか、うん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 、なるほどな、うん、だからなるべく育てるとは思ってないが長くできるやつっていうのをとても優先順位としては高く取ってるかもしれないね。次、コネ、人脈、ことをなすには必要だけれど、うん、どうやったらそういう関係を築けるのか。コネとか人脈と思わないってことじゃないか人脈とか思ったことないしな。まあ、まあ、言葉尻ではあれですけど、うん、でもまあいわゆるそういうそのこの人とつながってこういうことが始まるとかあるじゃないですか、うんうんうん、これをやるのにこの人とつながればより物事がスムーズに進むとか、うん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 、絶対あるじゃないですか、うんうん、なんかで歩さん、まあ、うん、まあ基本飲みの場ですよね。そうだね、うん、で歩さんってなんかもう飲みの場で圧倒的なパワーを発揮するじゃないですか、うんうん、分かんない自分では、うん、でも普通の人とかだと、うん、例えばみんながみんなそのいわゆるじゃあ社長さんと会って「いや協力するよ」とか「面白いなお前」っていうふうにはみんながみんなそういうふうになれないじゃないですか、見せれなかったりとか、そういう人たちに対して何かアドバイスをするとするならば、なんか癖だけど俺は相手のこう中心っていうか心の真ん中みたいな、うん、一番こう大事にしてたり、まあ、未来どうなりたいかとか、うん、うんみたいなことをすぐ人に聞くのね。うん、なんかこう会ったばっかとかで、うん、まあ、ベストライフ的な、うん、うん、だから、まあ、仲間にも聞くし、うん、なんとなくだからどういう人生をこういい感じと思ってるのかとか、うんうん、本当になんか大事にしてるものが何かあんのかとか、うんうん、だからそのまあいわゆる心の真ん中みたいな言葉で表現してる部分、うんうん、っていうのを多分意識的にはやってないけど、うん、今聞かれてなんとなくどうなのかなと思って、それをまあ聞くなり把握するなりして、うん、でどういう手を打つんですか。でそこにバンって投げてんじゃない。じゃあこういうことやりません。そう、俺の中 の、うんうん、そのいろんなボールの投げ方があるけど、うんうん、うん、そこにこう俺の思ってることだよ、うん、うん、ただ
やたらめったら俺の思ってることあうなり投げてんじゃなくて、うんうん、なんかこうなんかどっちかっていうとその多分だけどまあ面白い話は最初からわーっとするけど、うん、ずっと俺一人で喋ったりあんまちょいちょいこう、うん、なんか質問してる気がするんだよね。なんかそれでなんとなくその俺からわーっと話した方から質問した方が真ん中が出るバージョンもあるじゃん。例えばさっきのお寿司屋さん入れだよね、うんうん、ただ今日こうやって座ってこの順番にどういう意味があるんですかって言っても、うん、なんか めんどくさいなこの客ってなるけど、うんうん、僕も本を作っていてこういうことを考えてるんですけど例えばお寿司ではどうですかって聞けばあっちもじゃあねって来るみたいな、うんうん、なんかそういう部分のなんか話し方を俺先にワッとする時あるけど、うん、意外にいつもなんか興味もあるしね、なんか口説こうと思ってしてんじゃなくて、うん、なんかどういう人なのかなみたいな、うん、あゆみさんのその興味を持つってすごいなと思うのがそのいわゆるトークライブとかでその後飲み会やって、うん、普通の若いもうなんか5万回ぐらいあゆみさんとか言われたことあるような感想を言われて、うん、でも飲みの場であゆみさんの横に来て、うん、っていう時もなんか興味を持ったふりなのか本当に持ってるのか分かんないですけど、うんうんうんみたいなでなんか質問したりするじゃないですか。うん、あれ振りではないよね。あれ何なんですかこの。何なんだろうね。なんかそのなんか真ん中のゴワンみたいなマグマみたいなのがなんかそういうのに触れるのが好きなんじゃない。なんか相手がすごい人であれそうじゃない若い子であれ関係なくってことなんですね。だからなんかどうでもいい理論みたいの話せるのは即流しなわけよ、うんうん、でなんかそれはいいとしてみたいな感じで、うん、なんかどうしたいのそうなんでそれやろうと思ったのとか、うん、なんかその辺の質問が訓練されてんじゃない。あ、うん、だから結局なんかこういう感じなんすよねみたいな、うん、感じと あなるほどなみたいなそんなやつもいいのかとか、うん、やっぱ思った通りだったとか例えばだけどそのさっき話してたあの世界一のバーテンダー渋谷にいる、うん、あいつなんかもだらっと話してたら結局根っこは高校の時に結構バスケット一生懸命やってたけど世界にアメリカにチャレンジしに行くかみたいな話の時になんか逃げたんだって、うん、なんか怖かったから、成功しなかったら、だからそれがもうずーっとなんかあってあの頃チャレンジしなかった俺はっつって、うん、だからバーテンってなった時即ニューヨークからみたいな、うん、で今もこう世界にガンガン行きたいのはあの時のなんか逃げた自分をがすげえ辛くてみたいな、そういう結構青春系みたいななんか思ったわけよ。なんなんだろうこいつのこの結構スカしてるやつよ、もちろんスッとしたさ、かっこいいプサッとして、うん、意外とそういう熱い系なんだみたいな、なんかさ、なんかで話がそうやったらもの噛み合い始めるわけよ。あ、俺もねとかでなんかなんか、うん、でもなんかそういう熱いこと嫌いかなと思ったから、うんうん、あ、なんとなく雰囲気的に、うんうんうん、そうなると例えばウサ紹介する時も、うん、ウサもさ最初このイタリアンで働くかダンサー行くか迷ってた時期あったじゃん、うん、でウサがその話すると、うん、こいつも最初はエグザイルって感じだったんだけどなんか急にいいっすねみたいな、あ、なんか近いもありますねみたいな、なんか例えばだけど、なんかそういう俺とその人ってだけじゃないことも好きなんだろうな、うんうんうん、なんかそのそうなんです、ね、繋げようとかなんか思ってもないけど、うんうんうん、なんか場が面白くなるからその方が、ね、あ、でもそれもあるかも、人によく言われるのは、うんうん、なんか俺がその人のことをこう口説いたとかなんとかって話とまた別で、うん、なんかあんまり紹介して繋げようとかいう意識はあんまないけど、うん、この人とこの人があって面白いかもなとか喜ぶかもなぐらいはあるかも、うんうん、取引先をくどく営業でうまく売り込むためのテクニックはありますか、うん、取引先、まあ、信頼関係を築く、うん、テクニック、うん、テクニックはないよ、その言葉が嫌いテクニックはないよ、でも今みたいな話じゃないの、まあそうですね、うん、うん、生きる意味が分かりません、生きるって何ですか、うん、ラブです逃げたそれこそ自分で決めることだよ、うん、言い切っていいよね、うんうんうん、なんかその質問することじゃないよね、うん、俺的に生きるってみたいな、うん、ちなみにアイムさんにとって、うん、でもやっぱ究極さやかラブになっちゃうんじゃない、うん、どうしても、うん、なんか俺なんで答え分かってるのにも聞いたんだろういろいろ考えた結果
無人島でサバイブするような生命力の強い人に憧れます。どうしたらなれますか、うん。無人島に行ってみてください。サバイブしてみてください。落ち込みすぎて生きているのが嫌になっている。どうすれば前向きになれますか。うーん、稲中を読む。でちょっと笑った後、最近で言うと、ジョーダンのドキュメントがあるんですけど、あれは別にバスケどうこうじゃなく、うん、そういう感じでどうですかね。それか何ですか、その漫画とネットフリックスのソムリエみたいになってくる。だって一番役に立ちそうだ。子育て中の主婦です。子供とずっと一緒にいるってちょっとストレスを感じませんか。確かに俺はだから役はちょっと違うかもね、さやかと。俺は変な話だけどやっぱいいとこ取りだったと思うし、まあ4年か5年ずっと一緒にいたけど、でもそれこそ究極は俺やっぱ子供ってバカじゃないから、父ちゃんとママが楽しそうに生きてないと、自分も大人になったら楽しくなくなるんだなって思っちゃうじゃない。それが一番まずいから、父ちゃんとママ見てたら大人なので楽しそうだなって思わせてあげた方がいいと思うから、ちょっとなんかずっと一緒にいて犠牲になってる感があるんだったら、俺は全然なんかベビーシッター使うとか、なんかこうちょっと誰かに預かってもらうとかして母ちゃん遊んだりするのは絶対子供のためにも絶対その方がいい。いやそうですね。だからなんかちょっとそのなんか犠牲になってる感が出たら、それは絶対子供にバレてるから、なんかそれはない範囲でやった方がいいんじゃないかなって、子供のためにもね。第7章愛なんですけど、あゆむさんが愛を行動で示すならどうしますか。質問が広すぎるだろそれ。いやでも気になりますよ。愛を愛行動で示す、いろんな愛でしょ。愛、そうですね。何への愛。まあでも一つは奥さんじゃないですか。ああ奥さんへの愛。行動で示すって一つじゃないでしょだって。一つでもあえて言うなら、まあその未だに人を愛するっていうことはその人を知るということだ。っていう言葉が灰谷健次郎さんという人の言葉なんだけど、俺はそれ相変わらず本質だと思ってて、やっぱその人のことを知ろうってすることで、どんどんその後どうすればいいかとか、何すれば喜ぶのか何すれば嫌なのか、なんかっていうのが分かってくるわけだし、でその人がじゃあ何かがあって泣いてる意味とかも、その人の過去にあったこととかを聞けば聞くほど分かってくるわけだし、だからなんかその人を知るっていうことがその人を愛するということだっていうのはあると思う。そうですね。だからまあ変な話だけどいっぱい質問してみるとか、なんか同じね場面を一緒に味わうとか、で、まあ、いいじゃん一本の映画見た後二人で話すとかでもね、だいぶなんか、そこツボみたいなさ。俺はそれは相変わらずでも意識してるかも。なるほど。次、妻と離婚を考えています。合わない気がしています。どうすればいいでしょう。そう思うんだったら離婚した方がいいと思いますね。子供は親の言うことを聞くべきか。いやまあ親の役割みたいなことで言えば俺は邪魔しないぐらいだと思ってるけどね。子供の、もともと逆で考え方がなんか2割ぐらい持ってて8割ぐらい周りが作っていくのかと思ってたんだけど、もう生まれてみたら9割以上は子供ってもともともあって、なんか人格みたいなものというか人間としての存在みたいなものが、あとは大人が邪魔しないっていうかそうじゃなきゃいけないと思っちゃうみたいなのをちょっと剥がしてあげないととか。導くのも良しとはしてないんだ俺はね。なんかいい感じだよっていう。
Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always welcome on the wild side.